メイコンは偵察任務に使用することを目的にアメリカ海軍によって建造され使用された公式飛行船である。メイコンは姉妹船のアクロンと共に長さと体積に関しては世界最大級の航空機の一つであった。ヒンデンブルク号より20フィート短く長さで及ばなかったもののヘリウムで浮養する飛行船としては世界最大であった。 FQC スパローホーク複用戦闘機を搭載して空中航空母艦としても用いられた。1935年、カリフォルニア州のビッグ、サー海岸沖で嵐によって損傷し、失われたが、乗員の大半は無事だった。収益期間は2年に満たなかった。USS メーコンは、オハイオ州アクロンにあるグッドイヤー・ェッペリン社のグッドイヤーエアドックで建造された。 メーコンという名前は、会員の当時の海軍委員会委員長である、カール・ビンソン会議員の選挙区で最も大きな都市、ジョージア州、メーコン市の名から付けられた。1933年3月11日に、メーコンという名が、アメリカ海軍航空局の長であるウィリアム・エイ・モフェット、少々の夫人、ジャネット・ウィトン・モフェットによって命名された。初引っ越は、 その1ヶ月後、姉妹船、アクロンの悲劇的な事故の直後に行われた。そして1933年6月23日、アルジャー・エイチ・ドレゼル中佐の指揮の下で収益した。メイコンは、ジュラルミンの船体の内部に3本のキールを持ち、ヘリウムで満たされた12個のゼラチンラテックス製の機能を備えていた。船体内には、 ドイツマイバッハ社製造の V 型12気筒560馬力のガソリンエンジン8機を備え外部に置かれたプロペラを駆動した。プロペラは離陸時と着陸時に船を制御するため、下方または後方に向きを変えることができた。5機の FQC スパローホーク複用機を搭載できるようになっており、1933年7月6日、 ニュージャージー州レイクハースト付近の試験飛行中に最初の搭載機を受領した。搭載機は船体内部の収容米に収められ空中ブランコ式の器具を使って離着艦にした。このほか船首と腹部及び背部と尾部の4箇所に2機ずつの m 1 9 1 8 7 6 2ト、mm、ル自動小銃装備の単装銃座が備えられていた。 メイコンは1933年10月12日に東海岸を出発しカリフォルニア州サンタクララ軍サニーベール海軍航空基地を母港とした。メイコンは姉妹船アクロンよりも生産技術の確立に貢献することができた。メイコンの指揮官は飛行船が行動中の敵の察知できない距離を確保しつつ搭載した飛行機を使って 敵の偵察を行う技術と方法論を編み出した。メイコンは何度か艦隊の演習に参加したが、演習を計画し実行した将校たちは、ZRS の能力と弱点への理解が欠如していた。後に飛行船に搭載された FQC- に戦闘機の膠着装置を取り外し、代わりに燃料タンクを装備することが状態化し、それによって、 後続距離を30%増大させた。1934年後半、ハーバート・ワイリー少佐は、メイコンによって、ハワイから戻ってくる、途中のフランクリン・ルズベルト大統領を乗せた、従順に王ヒューストンを捜索し、位置を突き止めることによって、大統領を驚かせた。新聞が、戦場の大統領に投下され、ソれの応答として、次の通信が、 メーコンへ送り返された。艦隊司令長官のジョゼフ・エムリー・ブズ提督は、この出来事に老狽したが、海軍の航空局長官だった、アーネスト・キング提督は冷静に受け止めた。ワイリーは直ちに中佐に昇進した。大陸を横断するにあたって、メーコンは、アリゾナ州の山地を通過するために、最高1800メートルまで上昇しなければ、ならなかった。 船の圧力高度は900メートル未満だったため、ガス脳を破裂させることなくこの高度に達するために、大量のヘリウムが排出された。それによって生じる浮力の損失を補うために、4トンのバラストと3トンの燃料を同期しなければならなかった。結果的に、メーコンの総重量は15000ポンドまで軽減された。メーコンは十分な浮力を動的に売るのみならず、 テキサス州バンホーン近くの山地を通過する際の、ひどい乱気流を乗り越えるために8機のエンジンをフルパワーで運転させた。その際に激しい降下の後、尾翼の全部取り付けポイントを支えていた17.5番リングのシャゲタを損傷したが、損傷が拡大する前に、仙人小藩主のロバート・デイビスが、応急処置を行いベタを修理した。メイコンは、無事に移動を終えたが、 先の破損のために締め付けリングと全4枚の尾翼を強化する必要があると判断が下され、左右及び、下部の尾翼を支える桁は直ちに修理された。しかしながら、上部尾翼の両側の桁の修理は、隣接するガス脳の,のガスが抜かれる、次回のオーバーホール時まで延期された。1935年2月12日、先の事故で破損した。 上部尾翼の補修が済んでいない中、メーコンは、艦隊演習から、サニーベールに戻る、途中のカリフォルニア州サーミサキ沖で嵐に遭遇した。メーコンは乱気流に翻弄され、上部尾翼に取り付けられた、密集服の17.5番リングが破断した。その結果として尾翼が横にずれ、風に耐えられずに一気に引き剥がされた。その際に剥離した、尾翼構造の一部が、 コ部ブガスの付近に突き刺さって穴を開けヘリウムガスの漏洩が発生した。メーコンのクルーたちは断片的な情報から直ちにバラストの即時投機の判断を下した。尾翼が失われたために油圧が喪失して機種上げの状態のまま昇降だ操作が不可能になり、なおかつエンジン出力が全開のままであったためにメーコンは機種を下げられずに 圧力高度を超えて上昇してしまい、ガス脳から大量のヘリウムが排出されて浮力が消滅した。メイコンは4850フィートから20分かけて降下し、カリフォルニア海岸沖に穏やかに着水すると、そのまま沈没した。暖かい気候とアクロン号の悲劇の後に導入された救命道義と膨張式救命イカダのおかげで、 76名の乗組員中、死者は2名だけだった。その2名の死も、防げたはずのものであった。そのうちの1名である一等無線士の、アーネスト・エドウィン・デイリーは、メイコンが降下している最中に、高高度から飛び降りて死亡した。もう一人の死者である一等球児のフロレンティーノ、エド・キーバは、不時着後に死物を取り戻そうとメイコンに泳ぎ寄り、結果として、 沈没に巻き込まれた。遭難の直接的な原因は、微翼構造の破壊と、微翼損失後の操船ミスであった。圧力高度を超えて上昇したことによって、ガス脳が限界まで膨張し、ガスが放出されさえしなければ、メーコンは、モフェットフィールドに引き返すことができたはずであった。メーコンは、 収益期間中に50回の飛行を行い、1935年2月26日に海軍リストから抹消された。以後、海軍の使用する飛行船は軟式飛行船のみとなり、戦後はモフェットフィールドの飛行船格納庫もなさに移管された。21世紀になってからも、なお木製の格納庫は残存したために、ディスカバリーチャンネルで放送中の怪しい伝説の 撮影に使用されている。海中で発見されたスパローホーク機の船内回収用フック部分、モントレー湾水族館調査機関は、1991年2月に、メーコンの残骸の位置を発見して捜索し、人工物の回収に成功した。この探査では、物品の回収の他に、ソナー、ビデオ映像及び、静止映像のデータ収集を行った。 2005年5月、ンバリは、ワンの考古学的資源を特定する、年間研究計画の一環としてこの区域の調査を、再開した。調査には、サイドスキャンソナーが用いられた。2006年9月にはンバリ及び、ノア国立海洋保護区事務所の調査員による、遠隔操作無人探査機を使用した探査を含むより、徹底した調査が行われた。探査のビデオクリップは、 ノアの提供するオーシャンスライブウェブポータルによって一般に公開されている。この2006年の探査は成功裏に終わり、15年前の前回の探査以降に新たな驚異的発見と明らかな変化を日の目にさらした。公開像度のビデオ映像と1万件以上の新たに撮影された画像によってメイコン戦隊の残骸のモザイク写真が作成される予定となっている。 探査チームはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録されているメーコンの残骸記録に新たな情報を付加することを目指している。遭難現場の位置は秘密とされており、また海洋保護区内であり、なおかつ深々旅であるためにダイバーが直接到達できる場所ではない。メーコン号の眠る場所はアメリカ海軍の墓所の一つとして扱われている。 名コン不ジ期事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。